お疲れ様です。今日はですね、こちらポーカード商談やってきます。さあ、なんか新たなイベントでなんとデッキが4枚だけというね、特殊モード、らしいので、はい、早速ねやっていきますが、何が強いのか分かりません。はい、まあ、グララット8枚で組むと思うんですけど、4枚なので、あの、一生手札がこれって感じですね。はい、なのでプリンセスを出して、またプリンセスを出すことができるといういかつすぎる戦術の幅広すぎる。どうすればいいのか分かんないんですけど、はい、トリムやっていこうか。いや、プリン出してネクストのカードとかも存在しないので、いつでもプリンを出せるっていう話ね。はい、で相手がウッド持ってるんですけど、相手は何回でもウッドを出せるっていう話です。はい、なんかこいつ弱そうだなおウッドちょっと待ってくれよ、ウッド強いなっていうモードなので、まあエリゴレ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 ヒーラーとかそういうのもできちゃうっていう、難しいな。はじめプリン最強じゃない？わあ、マジ手札サイクルとか存在しないんだな、これ。1アートずつ取られていきますなんだこれ、やばすぎん？なんか試合が手札サイクルって重要だな。よしよし、いや、ずらしてんの熱いこれやばくね、逆に枯渇最強みたいな。最強ではねえか。うわっ、むずっ、ウッドなんかいっぺくるな、マジ来すぎじゃね。でも俺もバレる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 はできるのかちょっとあの取られるんだよな。え、ちょ、ディガっぽいっすね。締めプリン最強だな。バレル飛ばして、バレル飛ばして、締めプリンで、あ、締めプリン強くね。おい何これ、正解むずすぎん。何が強いんだろう。まあ、枯渇枯渇はうざくない、相手に一生これされたらさ。ギガーとか入れてないデッキさ、結構きつい気するけど、そんなことないかな。366の削り方がさ、なさすぎてやばい。いや、なんか気づいたら勝ちそうだあれさあというモードらしくてどうしよう、なんか何がいいだろうな。ちょ、ブッシュにしようかな。なんかバレルさ、アド取られちゃうじゃないですか。ゴブリンバレル飛ばしてウッドとか打たれるとね、1アド取られちゃうんで、なんかブッシュをこう無限に投げまくってもちょっと強そうみたいなね、気づきました。はい、この最強デッキわかんねえの。これどうしよう、これを一生していくと俺ウッドのダメージで負けるっていう。難しいなこれ。あ、終わった。枯渇なんか弱そうだね気づいたんですけど、枯渇弱いかもね、だいぶ。もうこのデッキ弱いのか。刺さんねえもんな、ちょっと相手に。ずっと打ったるもんね。やべ、そうやん、マジで。手札ハグとかそういう概念がねえんだ、むず。ダメだあれ全然ダメだわ
何が正解だこれ。おい、エリゴレ、エリゴレとか止まんなさそうじゃない。枯渇系は意味がないか、意味がねえのかエリゴレやるか。こんなのでどうでしょうか。エリゴレヒーラー無限回復編、止まんなさそうじゃないエリゴレ5体ぐらい出せるってこと。これえ、うわやばそれ。えからのエリポンも置けるってことっしょ。えエリポンバカ強くね、誰がどう考えても。やばいよ、エリポンゲーじゃね。そんなことない。あ、やばいやばい。これでもアイテムデッキはさ、ロケ砲とエリポンと何これアイスピと何これロケットをした、レイジ？え、終わってるやん、デッキ。マジロケット押ししかいねえよ。これでタワーおられることある？おられるんかな、俺。もしかしてなんか。いやー、なんかもう、ご了承した。ヒーラー強ない。あのエリポンやばいな。これもしかしてだけどエリクサーポップ最強説ちょっと出てくるな。いやマジなんかロケ砲しかいねえのに負けんのやだなやばすぎるやろ。ちょっと待って、いやでもじゃエリポンだわ皆さん。だってクエイコこれ入れてるやついないもんな、4枚しかないのに。エリポンか、これにエリポン入れたらもうさ最強じゃね。てかヒーラーもいらねえかもな、これさ。スケとかヒースミにしてさ、まあスケでいっか、これでいいよ、絶対強いよ、もう全てに勝てそう。エリポンいきます。マジエリポン10個ぐらい置いて最後にエリゴレ連打、絶対最強です。気づいちゃった。ああ、じゃあ相手もエリゴレだったら話が違うな。止まんねえもん、俺好きしかねえよ俺。ああ、考え方みんな一緒だ最悪や、ユニット好きしかおらんのよ俺。これぶっぱしてでもさ勝てないかな今から。マジありそうじゃね。これしかもさ俺エリゴレで時間稼ぎできる。トレンドよかったか。あ、なんこれなんこのモード、ちょっと待って、ちょもう一回やらしてくれ。なんかエリゴレしかいねえかこれ。なんだこのモード、行かれてんな全然勝てねえやんけどあ、ちょマジでこれやばいな。もしかして、もしかしてるかもしんないこのモードこれマジで終わってるやんこのモード。誰が好きなん？エリゴレ、エリゴレしかおらんやないかい。いや、速さでさ。ちょっと守ってくんのだるいんだよ。
もさ、俺行くしか道ないんだけどさ、大丈夫かな行くしか道ないんだけどさふざけんなよ、これ。それしかおらんやんけ。行くしか道ないんよ。ガチ。そんなことある？こんなエリゴレ来ることある？マジでうざいおいおほ、こんな勝てないことある？イベント、ちょ、やだな。じゃあエリゴレしかいないってことはエリゴレに勝てばよくて、まあエリゴレにでも勝つだけだったら別にね、ロケホーホグとかさっきのとか何でも別に勝てるわけで、なんかおもろそうなのねえかな。引きこもりもあります。はい、なんかスケとかでネクストのカードをやっぱ回すのに必要だっただけでいらない説っていうのは、この手札回しとかないので、まずはいやエリポン最強だけどな、明らかに。あとは守れるかどうか。耐えて、でエリポン、あー、いやエリポンは確定ですよと。キングギドとかも一応デッキはするんやな。いやロケホ強いの明らかに。明らかにエリクサーポンプが強い顔してる。あとロケット星もテスラも。いいな、なんか続けて出せんのにさ、4コスとかかからないやん、ロケット星。今まではミラーでしかね連続で出せなかったけどみたいな。あ、だからロケホーさっきなんかやられたけど強えな、エリポンロケホー戦術。他もいらないし、あーいいな。このくらいはまじちょっと難しい手札サイクルとかなさすぎてさ、できることがちょっと限られちゃってんだよマジ何やってんだこれ。クロスの枠なんでもいいな。いやこれ強そうじゃね、このデッキ。まあ枯渇とか引いたらちょっとだるいけど、カード4枚しかないから限界みたいな。やばいんだ、ちょっと相手しかもさ、ちょっと利口多いんだよな。そういうことが、メガネっていっぺくるなと思ったら別に何回でも出せるんか。難しいな、普段のクララより難しいんやけどマジで。いやロケホーパーティーして、え待って、バトル終了、えちょ待って、えこれ一瞬短くない？やばいやばいやばい、最後や、試合終わってるわ。どういうことえちょ待って待って、いや絶対短いわ、今まで5分も戦ってないって。今からやん。なるほど、時間がちょっと短いのか。最悪や。雑魚すぎる。ちょっと待って、雑魚すぎるんだけど。いや、これでエリゴレとか入れたら最強なんだな。ホグにします。はい。なんかもうこういうことっすね。いや、さっきの相手のホグデッキは正解だったのかもしれないな。ロケがここホグ。うん。一番強い。時間がちょっと短いことだけねケアしたい。おや、ポイズン、これでもまたポイズン
え、ちょ待って、プリンスの受けとかないんやけど俺。やべ、バレてる。え、このモードさ超むずい説ないっすか。マジで勝てないんだけど、何これ、誰が勝てんのこれ、ほんまに大丈夫、勝率2割ぐらいしかないけどさ大砲プリンスまで全部止まらんやん、なんだこれ、誰だ考えたのおい大砲マジで強いって、毎回1アド取られるやん俺の豚で。うわこれダメだこのモード勝てない勝てない、ちょっと待って、プリンス来たしさ、ふざけんなよ、行くねえしさ、ほんとマジ痛い、やばい、やばすぎる終わってるわ。いやクラウンが8枚ってじゃあマジでちょうどいいな、ちょっと待って、マジで勝てない、勝てないことあんのかないや本当に勝てない、どうしよう、フリーズとか、フリーズ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 いけるよ、どうでしょう、こちらペッカプリンスで形組んでフリーズして穴目打ってゴリ押すっていういやこれだ、気づいたぞ、ブラスターやん、ペッカプリンスで相手のタワーをずっとフリーズさせ続けるっていう、勝った説、相手ちょっときつそうじゃない、なんか一生ペッカでも勝てそうだしな、なんか考えが同じらしい。いやもうこんなんさ守る方がバカですよ、めっちゃフリーズあるねんから、こうそうで、この後もフリーズ、こうこうで、もう一回フリーズ、強い、いやちょっと強かったか、いや陸系来たらやなめまるっていう、いやなんだこのモード、むずっ、フリーズちょっと夢あるけどな、一生凍らせられるもんね、言ったらまたブラスターよ、ブラスターなんこれ、いやーまあ、冷静に守ってもいいんすよね、はい、ダイナマイトゴブリンメガゴか、やだねメガゴ、メガゴはやめてくれよ、俺のデッキに、相手のデッキ手堅いな何にでも勝てそう、なんか幅広いな、よしやばい、アイスピ、今 ISP メガゴダイナマイトゴブリンね、もう一枚なんかあるよ、なんだろうね、一生ダイナマイトゴブリン来んのかな、同じカード何回も出せるのか、そうなるとメガゴマズメガゴマジでハゲるなこれ、相手のアイスピ無限めっちゃ強くね、いや、あ全然勝てんやん、相手のさ、これさ、攻めるの何だと思うんですか、攻め方ないパターンあんのかな、メガゴダイナマイトゴブリンアイスピだけのパターンある、アイスピ何回も出せんのちょっと強くね、これ
これに負けんの正解はないこれないやん。めっちゃ強いやんこのさ、俺のペッカプリンスに敵してんのかよっていうぐらい強いやんマジで俺の最強デッキが、え、なにこれ相手のデッキ、なんでこれ負けそうな、まあ、やだな、ちょこのモード二度とやんねえぞ。ブラスターだし、もうゴブリンバレルどうすんねんっていう。え、相手のマシ何おこよわかんなさすぎて、答え合わせ最後できるけど、惜しい。ああ、俺の最強デッキちょっとありそうだった。やっぱ3枚3枚に負けた俺、もしかしてアイスピンメガゴダイナマイトゴブリンしかいなかったぞ。3枚でやってたんかあんたは。ポイズンおい、どうやって削んねん。削られたけどさどうやって削んねんそのデッキで。ちょ待って、このモードやばいわ、勝てなさすぎる。最強デッキできました、絶対これです。京介バルーン、嫌な雨、メリポン置いて京介いっぱい貯めてバルーン添えるだけ。よし、エリポンはね間違いなく強そうなんだよな。壊されることがほぼない。ペッカ、ペッカ止まらないよないやこれ一生ペッカ出されるだけで勝てないやんっていう、難しいな、まずいな、やばい。まあまあまあ、いやなんか多いな、いやふふ京介めっちゃたまらん。スケラとかもおもろいな、無限にこうやってスケラ打てんのか。お願いマジで対空なくあれ、最悪すごい爆破がすごい、間に合って取るね、取るね、取るね。ちょっと話が変わんな、おい全然刺さないないか。いやいいよ、いいねいいねいいねこんな刺さないことある。この流れまず、え待って、勝てそう、いやこれまだか、仕上がらねえのかまだ。まあファルチェ取るね、8コス左にこれ使わせられるのはでかいな。入る、終わったくせ。え、でもキング起動してるよ、やばいやばいやばい、先言ってよ、緊急してんならマジまずい、行かなきゃまずいけど行ってもまずい。よし、バカが、なんやマジやめて、本当に怖い。こんだけ弱えな。いやもうこれ無理だ、最強デッキわかんな、何も刺さんねえわ。
ブッシュコスパいいかな。ちょこれどうこれなんか強そうじゃない。なんか寄せ集め集団でさえ花投げまくる作戦。じゃあのエリポンいらないことにしました。はい、その代わりまあボイド入れて、まあ、エリポンも壊せるし、まあ、バルーンとかホグとかも一応対応できるみたいな。ドリル、いいよ。痛いこのダメージ。いやマジで一生この花でネチネチいって、よし。いやブッシュね、このモードもしかしたら強い説あるよね。相手視点だってだるいもんなこれ。2コスに最低限、まあ1コスか毎回。うざいの。もしかしてよ、たどり着いちゃったね。やばい、なんか来ちゃった。え、マジブッシュフ今からこれマジブッシュだけ一生出して勝てねえかな。ドリルの防衛しとるやん勝手に。待って間違えた、待って間違えた。もうブッシュかダイナマイトゴブリンか似てて分かんねえわ後ろから一生ブッシュ出してるだけでさ、ちょっと勝てそうなのやばいよ。ダイナマイトゴブリンも強いしな。うわなんか、え、たどり着いた説ある。これじゃない。何に負けるこれ。ホグもダイナマイトゴブリン、アイスピアル、ロケ砲とかもバルーンもボイドがあるで、無限にアイスピもある、草で攻めれる、最終ボイド削りもある。うわたどり着いた。これ負ける敵存在しない説。これよ絶対に。これアイスピがねちょっと価値高いね。重要なことに気づいた。あーそれ不快だよな、飛んでんよやばいなそれ。どうしよう。いやでもそう守れるんですよ、それがねこの敵のいいところ。アイスピ、アイスピでね。いやアイスピマジでさ重要。あんな攻めがない、むずっ。これボイドで削って勝つっていうマジ繊細なプレーやっちゃっていいですかもうこの試合の削れないことが分かったんで、ボイド削りで勝つっていうキモすぎるけど俺にはその道しか残されていない。ダイナマイトゴブリンマジ舐めんなよ俺強すぎるだろ。いやこれダイナマイトゴブリンボードで空も受けれるもんね。いやマジ最強デッキ来たわ、これです。マジこれが最強デッキなんつって意味わかんないけど、削ることもできるし守ることもできるしっていうね、弱点がないです。アイスピーマジでめっちゃいいな。これが最強か、マジか。ボイド下手マジか。ちょっと怖いマジか。負けるマジか。あざけんなよもう。違うね、このね。別に
別に、なんで負けたんだ、絶対勝てたよ。いやでもこれ俺の中で最強デッキです、これ。はいはいはい、すごいな、ないもんな、別に何も。はい、最強デッキです。負けたけど負けたけど、これはい、俺の中では頂点クラス。うわー悔しい、もう意味わかんねえ。もう一回いきます。あ、だからさっきブラスターだったのがね、ちょっと良くないよね。たまってブラスターやん。ま、なんでみんなブラスターなんだろう。いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。花が届いた。同じような試合来た。やだー、もうもう難しすぎるこのゲーム。でかい。マジこのダイナマイトゴブリンのさ、爆破を届ける。届いたら幸せ。いや、何やってんだろう俺。すげえな、4枚モードマジで難しいな。一生スキル飲めてくるやん。そんなことある。いやー、でもちょっと強いよ。なんか地味だけどね、その見た目は。見た目は地味かもしれないんですけど、マジで地味すぎる。まあ物資だからこんなもんか。ダメージ稼いで、難しいな。一生お互い鼻の処理してるだけなんだよ。よし、ダイナマイトゴブリンいいね。 あとはまあ草はこう2コスでちょっかいかけられるんでね。いやーもうむつすぎる、本当に向いてないっす。ここまでクララで向いてないのないわっていう気がしました。はい、フォーカードなんちゃら、皆さんもやってみてください。なんか最強デッキ俺にください、お願いします。ではおしとまたね。